ジャンナビリーチ、プロ雀士もやっている本格派オンライン麻雀ジャンナビ。はい、まん、説明お願いします。あ、はい、はい、あ、はい、今ね、画面に、あ、すいません、急に始めました、麻雀連合の月例会をお送りいたしております。画面に、ね、映ってると思うんですけれども、毎月京都でね、月1回京都道場を開催しております。場所がね、マーチョイスでやっていたんですけども、8月から、マーチョイスから京都伏見にある農活空間に、場所が変わります。移転いたしまして、開催日が、月1回から月2回に変わります。8月は8月7日日曜日の1時からと8月20日月曜日なありがとうございます、20日月曜日6時からに変わります。はい、本日の重大発表はこれです。え、なんやてありがとうございますマジか。はい、そうなんです。ね、第1回はちょっとね、私と、西坂、道場長西坂です。西坂と、山本さん、山本ツアーと3人でやるんですけど、20日月曜日はですね、なんと、イン大阪優勝しました、優勝しました角の地のツアーが、角地のツアーが、はい、めっちゃまずさ、未見証やってんだけどはい、来てくれはりますので、皆さんぜひ参加してください。よろしくお願いします。お願いします。超重大発表じゃないですか。でしょ、でしょ、カミカミすいません。3回戦のよろしくお願いします。よろしくお願いします。道場頑張ってます。あられてるよ、ツアー。しかも運営で、知らないな、運営にあられた、あられてますね、ごめんなさい。さあ、3回戦じゃあ始めたいと思います。対局者の方よろしいでしょうか。はい、はい、では3回戦始めてください。よろしくお願いします。はい、1回戦までのポイントをはい、じゃあ3回戦のか、2回戦でぜひ2回戦のポイントを確認したいと思います。そうですね、はい、ポイントをちょっと発表しておいた方がいいな、トータルポイント、トータルポイントですね、はい、1回戦2回戦のトータルポイントを発表したいと思います。1着に高いツアープラス 46.2、2着に西村ツアープラス 0.9、 3着に、山本ツアーですね、マイナス 0.3、 4着に柴原ツアーマイナス 46.8 となっております。さあ、高いがかなりアドバンテージを持ってますが、かなりのアドバンテージですね、はい、ですね。なぜ松井さんの顔が抜かれてるのか、いいですね、あれ。おお本当や抜かれてたね、よかったのに、今よかったのに、はい、ね、抜かれてましたね、はい、今で、西村山本はもう着順、そうですね、分かりやすいですね、はい、上だった方が勝ち抜けという感じかな、はい、高いが大きく沈まない限り、柴原が大きくトップを取らない限りは、西村と山本の上の着順の方が勝ち抜けとなります。っていう感じですね、はい、高いはほぼほぼ安全、安全ですが、まあ、めちゃくちゃなことない限りは、1万点あたりを切っちゃうとちょっと怪しくなって、ちょっと紛れちゃいますよね、そうなると、西村山本は展望を持ってる時に、うん、まあ、それぐらい目安として1万点ぐらい切ってくるとちょっと怖いです。まあ高いのまの感じ見てると、そんなことになりそうにもなさそうなんですけどね、はい、ですか、手もサクサク入ってますよね、はい、そうですね、逆に柴原は5万点以上超えてくるとちょっとおってなってくる、はい、おってなってくる、柴原がグッと来た時に誰が被害に遭ってるかっていうのが、はい、ちょっとそこによって変わってきますね。なるほど、柴原はサーチですか。そうですね、柴原サーチャー、サーチャーですね、はい、ちーちゃに山本、なんちゃに高い、まあ、3曲まではやることが、まあ、そうですね、はい、まあ一応まあね、やれそうですよね、まだ、うん、シャーチャだったら、なるほど、そんな感じかな、はい今初めて聞いたのが、こっちの昨日って書いてある、うん、本人かどうか分かんないけどさあ、ドラは嘘ですね、ドラは嘘ですか、高い、嘘マジか、親父盛り上げますね、嘘ですね、あっと、そう、今めちゃくちゃ良かったな、西村がだいぶいいんですね、そうですね、西村が、西村のいいシャンテン、西村がいいですね、いいシャンテン、ドラゴンいいシャンテンですが、まだ、うん、やっぱりポイントはない、あー、来た、リーチかな、リーチですね、はい、サブロッソーのリーチです。あー、ここで上がるとかなりね、え、何4曲迎えた時点でだいぶちょっとリードしておきたいですもんね、うんうんうん、そう、今1枚入りました、あと3枚ですね、お、なんか今入ったか、うん、高いはもう子供の、まあ、でもこの、ね、そうですね、
勝手に進行してくれよっていう感じですよね。親が上がる以外だったらいいよと、はい、子供が上がる分にはいいよっていう感じでしょうね。で、高いはね、高いですか。高いは、うん、まあここが反撃するかどうかだけの問題で、そうですね。まあ柴原の反撃は怖いですよね、はい、今。まあただリーチチュンにしたくはないがなってしまえば仕方がないか、まあ、仕方がないですよね。まあ、さすそうな中筋タナドラ表示、うん、全然でも行くんじゃないですか。柴原負けてますからね、もう行かざるを得ないですよね。ローピンとローピン行きましたね。親につき、親につきっていうやつですか、じゃないですか。そうですね、それぐらいしかないですか。単純に切る範囲が、切る範囲ないのかな、チーマンだけですよね。チーマン、チーマン、チーマン、パーマン落とせますから難しいか。降りることはできますね。が、まあ麻酔か降りる、チーマンパーマンに回るかっていうどっちか。はい。あ、そうです。西村はそうです。京都グリーン杯第1回で優勝した人です。はい、正解です。山本いいシャンテン。山本いいシャンテン。どこどこ。そうそう、なかなか来ない。天敗だが、がドラ切れば天敗だがっていうのが今ですね。まあそうですね。はい。まあ、はい。太陽ドラ1になると勝負できる。そうですね。もう数値層入った、まあ数値層入ったら1でもいいですよね。換算ワンでも1。うん、換算ワン入っても1。嘘入った時はダマでいいか。そうです、嘘入った時の、あ、3歳入った、そう、とりあえず、とりあえずダマにしましたね、はい、もう現実でも何でもないんですけどね、サンマってもうあとはこの順目なんで何でも地ですか。何でもというか3ワン数層地層、そうですね、3ワン数層地層、何でも地ですよね、何でも地でしょうね。さあ、9万は今取った、うん、9万は、ね、そっか、今取ったのか、現物、あ、現物か、そっか、チーソチーの時だけロンになっちゃうのか、はい、ん、どうした、あ、しばらくパッソボンですか、粘りましたね、で、倍じゃない、9テンパらないか、一応イシャンテン、はい、ピョン、テンパらないかもわかんないぞ、どうなる、どうだ、あ、食い取った、食い取ったか、った、お、食い取りましたね。なるほど、ラス、なるほどというか、目なしが、はい、やぞ、山一人転敗ですか、さあ一人転敗、うん、リーチの西村の一人転敗となりました。そうですね、うん、さあ山本の矢が流れてしまいましたね。そうですね、柴原だけは分かってません、ね、食い取ったぞ、なるほど、はい、グリファイ勝っても公式戦には含まれないんですよね、残念ながら。さあ今抜かれています。こちらが西村ツアーです。太ったよね、いや前からいや髪の毛切ったら余計なんか顔の丸みが強調されましたね。そう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 、それが痛かった。なるほど、うん、丸いよね特徴的ですよね、いい感じ、可愛らしいんじゃないですか、うん、ほんま、ほんまにほんまに。さあトン2曲に入りました。親番高いです。ドラはウーピン。さあ先ほどあのありがとうございました、CM レイジさんありがとうございます。すぐ拾えなくてごめんなさい。スラッチのツアーの道、うん、まあ公式戦ですからね。そうですね、毎日の公式戦っていう形で評価されてますからね、うん、はい、はい、さあどうだ。高い顔やですよね。高いはね、もうそんな無理しないと思うんですよね。もういいんですけどね。無理しないか、まあ上がれる時は上がる。上がる時は上がると、ね。無理しないで上がれるなら上がろうという感じでしょうね。ただなんかサクサクで。簡単リーチとか打たないですよね。打たないですよね、きっと。あ、両面で役なしになった時はまあどうしようかなと思うんですかもしれないですが。いや、役割の場合は打たないかもわかんないですよね。なるほど。もう大きく沈まなければいい条件なんで、そうなんですよね、条件がね、うんうん、ラスでも、まあ、小さかったら大丈夫、うんうんうん、そうですね、なるほど、少々のラストと大丈夫ですね。そうさあ、どん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 良くなってきたぞ。山本がいいですか。そうですね、山本が今またヤンメンに上がってきた、はい、おっと、柴原が引き締まった、カンチャが入りました、がが
ヤズイか。そう、リャンマンか、ここで。そうそう、リャンマン。スーピー入れたいですね。スーピー入れたいですね。ほんまにスーピー入れたいですね。まあ、ローピンでも嬉しいですけど。うん、ローピンでも嬉しいですね、当然。あら、あ、まあ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 、とりあえず一番最悪、まあ、一応テンパイを取っておきますね。一応テンパイ、缶スーピーのテンパイ山本。これ3万地位はありますよね。難しい。3900なんですよ。子供か、うん、3900ありますよね。でもしても面白いと思います。する派かしない派か結構分かりそうですけどね。うん、現状役なさ、引きたいですね。3万、3万引くはやっぱり理想ですよね。うん、一番引きたいですね、3万。スーピンよりも3万引いてもやだな。スーピン引いたらどうするんですか。いや、まあさすがにあるでしょう、ね、上がっちゃうでしょ。上がっちゃう、上がりますよね。まあ、まあそれはそれにしてるんで、500戦上がりますよね、やっぱり。スーピン出ちゃう。まあ役はないんですが、それまでに役はできる可能性もあるんで。廃止しない公式戦でもディーパイは結構しますよね、分かりやすく。うん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 、今マザー連合の一般の大会は、まあ、は感染者もいてるんで、ね、感染者結構いますよね。感染者がいてるんで、そのためにもしますね。あれ、いつの間にやらです。と、高井がピンフドライチ、ドライチ日球ですか。日球流れとなりました。さあ、高井は先ほど1着1着だったのでさらに加点します。はい、うん、まあ上がれる時には本当に上がれる、ね、まあ、そうですね、はい、無理しないで上がる、無理せずにね。今も無理なく上がれる、うん、まあ、リーチしませんね。普段ならやっぱりリーチする、そうですね、親でロー9層とかね、いいですもんね、5800リーチする手なんですけど、まあ、ポイント条件に合わせて打ち方です、うん、そうですね、強いですね。強いです ね、 ね、なんかもう、おっとドラパーマン、これがトンガの西村なんてですか、あれ西村ですね。トンガもいいし、高井も良かったですよね。高井も、はい、メグミルク、メグミルク、今日メグミルク炸裂してますね。白高井すごいっすね、これ高井、これ怖いですね。何時頃、うん、この手、まあ、誰が捕まっちゃうか、そう、捕まった時にはおそらくリーチかける展開にならない、ね、分かんないですよ。でもまだ分かんないですよ、まいいじゃん、ね、もあるし、はい、まあ、単品イペイコの 5% っていうのを打ったら痛いですよね、これ。いやですよね、かなり痛いですよね、これ打っちゃうと。なんかもう大丈夫だからリーチって打ってるし、つかないですよね。いや、早いし、まあ、打ったらかわいそうやからリーチはあるかもわかんないですね。でも言い間切ってるんですね、うん、仕事にはなりにくいか。まあ、なったら振り点は取りますよ。振りですよね、多分なった時は。上がりの可能性がちょっと減ってしまうと。そうですね、なんでまあ別にサブロソスチソチもあるんで、うん、もう別に高く上がる必要ないからないですね。なんでまあいろんな、もう勝ってるだけにいろんな選択肢が取れるんで、そうですね、まあ勝てるとやっぱりね、そういういろんな方法、はい、が取れてどんどん有利になっていきますよね。ああ、仕事になっちゃいました、ちゃいました、取り手にならない形になっちゃいました。なんかもうこれ掴んだ人間がすごいメグミルクやね。あ、ここ出ない形になってない。はい、さあ、ウーマンの転売ですが、でないかな、まあ、もうあと1枚、あと1枚ですね、1枚、はい、ただ現状振り込みそうな人はいないんですよね。そうですね、みんな使います、使えそうですね、使えそう、はい、使えそう。山本どうですか。山本も使えそうですね、使えそう、今のところはね。そっか、うん、まあ、まあ、出てもおかしくないですけど、いや、これ、まあ、ちゃん純ちゃんもあるんですよ、一応。なるほど、純ちゃん見たら出るか。はい、そうですね、純ちゃんみたいな。ヤンソーあたり入ると数層ウーマンっていう切り順、まあ、先にウーマン切っちゃうまでやるんですよ、うん、いや2連勝、2人勝ち抜けで2連勝しちゃった人は別にやりやすいですよ、逆に言うと。全然何しても自由なんで、まあ、まあこれは両面になって、両面になって両面掴んだ人が今度危ないと、はい、こうなると西村さんがちょっとまずい。両面、この両面ですか。まあ、これは出ないが、でもその後ですよね。そうですね、普通に2とか引くと西村も換算層の天杯出る。ああ、助かった。現状助かりましたけど、うん、はい。さあ、柴原、次の打開候補ですよ。そうですね、はい、ここもかなりの打開候補ですね。まあ、西村の場合はリャンウーマン数は何が入ってもリャンウーマン出ちゃう可能性があるんで、出ますよね。西村がかなり危険かな。柴
原がリャンマつかんだら起きる可能性もありますが、うん、どうだろう、まあ、高井がもうそれまでやめる可能性もあるんで、あ、ドラ、ドラ、これはやめるんで、出ましたね、はい、出ましたね、これはやめるので、やめましたね、はい、さあイーシャンテン、まあ、あんまり気にしないですね、誰が2位になるか影響するのが嫌とか、あ、一緒に勝ち抜けする相手ですか、まあ、それ人もいないかもしれないんですが、まあまあ、ただ人によりますよね、それは、なるほど、邪魔しないっていう人もいてますし、なるほど、自由だよっていう人はどっちに転んでもいいよっていう感じで、まあ、自分がの可能性をさらに高めるために頑張るっていう、僕はそっちタイプですね、どっちかっていう、助かりましたね、助かりましたね、まあ、先ドラ掴んでくれたんで、うん、ただまあ振り復活ありますけどね、パーマーもう一回引いてさらに高くなって、さあ現在西村の一人転敗ですが、そうですね、はい、まあもう高井はわざわざ泣いてまではテンパイ取らないでしょうしね、でしょうかね、はい、あ、でも出ない、これは出ない、あ、徹底ないテンパイ取りましたね、テンパイ取りましたね、ドラ短期に取りました、高井、まだ脳天流す必要もないんで、なるほど、まだ頑張りますか、やっぱりもうちょっと、まあ、ノーリスクならやりますよね、うん、リスクないんで、うん、今のは押す、はい、押さなければ別にテンパイ終わるっていうこと、これも別に押さない、押してる範囲ないんで、押してるわけじゃないですね、ここもさあ、しばらくもうテンパイやりました、一人の点ですか、またこれ、いや、全員テンパイ、全員テンパイですか、山本、カンリャンマンですか、ともカンリャンマン、はい、役はない、山本役ないですよね、ピーピン一瞬、山本というか、まあ柴原も役ないんで、うん、そうか、そうか、柴原も軽点ですね、はい、押したいですよね、もうこれもうみんなテンパイが見えてるだけで、はい、押したいですね、さあ、次が入ってです、そう、全員テンパイ、さあ、全員テンパイ、久しぶりに見たな、これ、そうですね、高井も、まあ、みんな粘りましたね、粘りましたね、そうですね、高井のテンパイ取りに行きましたね、うん、まあ、これで一人の点って言ったんですからね、そうですね、特に山本が山本が、はい、山本にする、山本が痛いか、山本が痛いですね、これ、うんうん、これ以上差をつけられたくないですよ ね、はい、うすね、もう今、さあ、連チャンとなりました、高井親番その3ですね、と2曲、ドラはスーピンです、ドラはスーピンっすか、スーピンっす、スーピンです、スーピンっす、西村にドラドラ、西村が2枚、はい、西村が勝つ流れそのドラ2枚持ってるだけで、ドラ2枚持ってるだけで有利、まあまあ手もいいですからね、いいっすね、めちゃくちゃいいんじゃないですか、うん、山本は高井が、高井がやっぱり恵み力ですね、今日でも柴原もいいですね、もういいですね、うん、今回ちょっと手がぶつかりそうですね、これは本当にドラッグつけば山本も悪くないんで、これ2面ツありますよね、2面ツはあるけどちょっと山本やっぱしんどいかな、はい、他の人に比べると身を取りしちゃう、はい、柴原は安いな、まあ、なんかハイパイよりも高い手が欲しいですよね、今はトントンでトンあんこあるんですか、高い、はい、超メグミルクですね、すごいんですよ、なんだあれ、これ、これまたこれ、テンパっちゃったらドラ出してもいいんで、テンパっちゃったらもうドラ、うん、切るんじゃないですか、まあここも3連勝するとか言ってましたね、これどうしますか、なるほど、2万切りましたね、2万切り、うん、いいピンじゃないですね、いいマンでしたね、はい、1枚切れのいいピンかなと思ったんですけど、1枚切れのいいピンじゃなくていいマン、まあ単純にリアンワークついた時、まあそうですね、うん、これを切ろう、リーチまで行くか、リーチまで行くか、すごいですね、高井、この街なんですか、これは椅子打ち層のリーチですね、はい、これ決まりますよね、リーチトントン、まあ、決まってるところにさらに決めるっていう、そういうことですよね、もう椅子、まあ、この後何か不幸がある可能性もあるんで、そうですね、まあ役満不幸がある可能性もあります、何が起こるかわからないに、とりあえず、うん、はい、叩けるときに、まあ、だからね、はい、今はこれでも逆らわないよね、というか逆らう必要がないんですよ ね逆らう人いてないよね、全員別にそこにが勝手にしてくれない、ここで打ったら損ですもんね、はい、あと5枚かな、西村と山本はもうそこに振り込んだら絶対に打ったらダメですよね、これは本当によほど手がもちろん手が入ったらい、うん、行ってもいいんですけど、はい、でもここは打ったら損なところなんですよね、はい、絶対に、で柴原は高井が上に行くと、あ、チー来た、チーズ頑張るな、これはね、あ、
どうなんですか、なんか中日だったら行こうかっていう。まあ勝負点ならもちろん行った方がいい。イース1位は出ないですね。とりあえず。まあ高くなるな。高くなるならっていう感じですよね。まあ今はまあ取りやすいから、ヤンマが2周目ですからね。まあ、柴原も高い上になってくれるとターゲットの山本西村が下に行くってことなんで、うん、はい、まあ、勝手にやっといてくれですよね。本当に手が入らない限りは。そうですね。うん、あと3枚ですね。高井も山本が蘇生に行っちゃうとちょっと自分の町に不安が出てきます、はい、まあね、不安が出ても別に、まあ、はい、実際あと4枚。おっと、と一つ来ました。はい、三枚、あと3枚。チーズイシャンテンですかね。チーズイシャンテンですもんね。そうですね。まあパソポンのカンパスを残ってますけど。うん。パソポンのカンパスですか。もうパソないですよ。はい。パソ。イシャンテンって言わないか。イシャンテンはないですから。ないか。実際は。そうか。リャンピンは。目に見えてないんです。もうないです。もう4枚とも見えてます。本人も知ってる上でなし。知ってる上でですね。気づかないかもな。え？そういうことない。え？お、これでイシャンテンですよ。イシャンテンですね。これはさすがにイシャンテンですね。リャンゾーは、リャンゾー。急速切れるんですかね。そうですね。急速切れますね。そうは現物。さあ、山本。急速は通りますからね。パッツも切れるとどうする。そうですね、今日一番は7700やったかも。1万2000は出てないかな。8000も出てないですよね。あれ、これ小さく切ればテンパるよ。あー、どうするか、まあ行かないか。やっぱ行かないですよね、さすがにね。山本のソーズっぽさも見えてるんですか。そうですね、どっちも込みで、まあ、はい、まあ、でもやっぱり親に通ってないっていうのはやっぱり悪い町でリーチ行くとは思いづらいんで。そうなんですよね。今取り、はい、取ってもおかしくないよね。まあ通常の局面だったら取ってもいいと思うんですよ、うん、ただいろいろポイント持ってる、ね、はい、取ってやっぱりここに打ったら損ですからね。ポイント持ってる高井がリーチ来たと、で、ね、さらに自分が着地の勝負に山本も結構リードしてる、いろいろ込みで、うん、通常なら取ってもいい天敗がやっぱりいかないですよね、ここはね、はい、なるほど。ここに打ったもんがやっぱ落ちていくパターンになりそうですからね。リーチをした高井の一人テンパイとなりました。高井の連チャンです、まあね、普通に考えて一人旅になるパターンなんですけどね、これは、まあ、それを見越してのリーチ も、まあそうですよね。高井はね、高井はそれを見越してリーチしてると思います。僕に下がったら損でしょっていう。なるほど。あとゆっくり3900ホール積もらしてくれよ。そう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 、まあ、自然と高井の連チャンが高井の連チャンですね、はい、さあその4ですかね。4ですか。4ですよね。今日初じゃないですか、この4とか。そうですね、ほんまに連勝してる高井ですよ、しかも、うん、いや別に無理してないんで全然いいんですけど、まあそうですね、はい、3連チャンですね、まあ、今のね。だからって感じですよね。ここの親だから無理はしないと。高井もいい、高井悪くないですね。また柴原もいい。さあドラはチュンですね。に差しが見えます、はい、西村もまあ悪くはない。うん、山本はちょっとかな、もう一つかな。割とがいい。まあ柴原がいいかな。柴原の戦いがいい良さそうですけどね。さあ、うん、ドラはチューンですが、まだ誰も持ってませんね。そうですね、チューンの居場所が、うん、まあ、掴んだ人がちょっと窮屈になるかな。まあそうですね、こういう時はそういうパターンになりがちなんです。ゲーさんがドラほかすかっていうネタがもう出ないまま、まあそうですね、終わっちゃいそうですね。うん、今日はねえ、誰ですかね。すごく良さそうだったのはやっぱ高いがいいですね。高いですね、高いですね、今、うん、そうですね。ただペン三層ができたら、まあペン三層リーチは、まあ、外していきたいですね。まあそれはしないんじゃないですか。しないでしょうね。まあ外していくんじゃないですか。3層入ったらリーチ、またリーチあるんですよね、これ。そうですね。ピンチピンならいいかっていうリーチもあるんで。タイヤに持っていきますね。あ、チューンを掴んだ。さあ、柴原は、まあ、チューンを掴んだというより、使いたい。そうですね、自分の打点アップのために残しますね。なるほど。ミューがツインボーないです。そうなんです、ないんです。その1、その2という形で増えていきます。さあ、ウーピンですか。
に指すと指し子を考えている。パスを両方可能性を残す。そうですね、両方。はい、まあチュンも使うことを考えてるす、ね。まあすべてをすべてを打っていく感じですね。そうですね、チュンも使うことを考えてるでのパスですね。チュンとか単葉とか三色とかもろもろ全部。そうですね、全部合わると。ヤンペイコもある。落としていきました、ね。ヤンペイコ。チートイツもある？そしたら。チートイツもあるね。まあチートイツもあるのに自然となる可能性もなくはない。ね、うん、ありそうですよね。他を。これは差し子に、うん、差し子ですか、差し子かに差し子どっちかですが、まあ、差し子の方がちょっと可能性ありますか。宮本とかに差しみたいになってますね。そうですね、宮本に差しに近いですね。これ高いのはちょっと、高いもちょっと、まあ、こうなると諦め気味になりそうですけどね、うん、やっぱり無理はしないですね。固定になっちゃったんで、さあ、さあ差し子は見ない、見ない、二差しにすると。ああ自然とまた進みました。4頃ですよ、こっちは。そうですね、4頃ですね、4頃です。いいシャンテン。ただしリーのみになりそうだが、まあ、西村リーのみでも別にいいやと思う方なんで、まあ、そうですね、9万でもいきますか。はい、もうそろそろテンパイを考えていきたい頃ですかね、うんうんうん、そろそろ警戒し始めてるが、まだ3ピンぐらい行く、うん、はい、行きます。まだ行く。チョンがどこにも出てこないな。あー、テンパイを考えた。はい、チーです。234のイーシャンテン。はい、さあ9層残り1枚ないか。9層ないぞ。9層はないですね。高いがテンパイしましたか。高いがテンパイ。おわっと、来た来た、待望のドラ。重なるイーシャンテン。チーズしかないぞ。そう来ちゃってんのか。うまきちゃってんのか。よいしょ。来なかったのか。まあ山本の場合はとりあえず天杯取り合いですよね。そうですね。そうそう、流局が近づいてきてるんで。そのままで置いといてもよかったかもわかんないですね。そこまで。出た、出ました、ね。そうですね。単野王のみですね。2000点の上がりとなりました。はい、うん。佐々木のリーチボも回収です。そうですね、はい、どんどん西村が北総園で、そうですね、西村が一人で喜んでそうな気がするね、まあ、さっきの2900もですけど、はい、高いが上がるたびに、はい、まあ、西村と山本は着順勝負ということになっております。西村も嬉しいですよね。そうですね、2着に高いを置いて おきたいんで、できれば、うん、自分が勝ち抜けをするためには。そうですね、高いが天皇を持つ分には全然いいかなと。シーターゲットの山本西村が振り込む、うん、点数を減らすっていうのは、それは理想的ですよね。それで自分が高いをまくればいいと、はい、そしたら着順はついてると。どうせしばらくあと3万点ぐらい加点はしないといけないんで。そうなんですよね、しばらく時間はかかりますもんね。いやもうこれ11時までかかりますよ今日、多分柴原が勝つとなると。なるほど、あと2時間柴原が勝つときはね、なるとなんね。さあその5ですね、高いの連チャンが続いています。ドラはウーピンです。そうですね、高いの連チャンですね、うん、まあ、そろそろ西村が、はい、もうええやろっていう、もうええやろと感じかな。まあでも好き放題やっててくれても、まあ、西村にとってデメリットはいい、うん、自分から上がった辺限りはいいかなと、まあね、特に山本からの出上がりはどんどん、山本からの出上がりはね、うんうん、ぜひやってくれですよ。なるほど、松井さんって、はい、可愛い声で返した。またトンが、はい、メグミルク、またトンバですよね。ダブトンドライチが見えてますね。ダブトンどうしましょうって泣くでしょう、大体の人は。大体の人は、いやまあまあ、この局面ポイント状況込みでってことです。泣くでしょ、多分。泣きましょうか、泣くね、あ、まあ、了解です。泣くんじゃないですか、やっぱり。泣きましょうか、うん、全然泣いていいと思うんですけど、もう好き放題していいですよ、うん、さあ西村も初、山本もちゅん攻めてる方が安全ですよね。こういうそうなんですよね。 あら、攻めてる方がというか、あんこっちゃいました。ちゃった、もうロビーボン数層コン、不幸の目に遭う人が出るかも分かんない状況です。これありますよ、これはありますよね。これ多分リーチしないと思うんで、はい、リーチはしないでしょう。てか、まあ大体具形になる可能性の方が高いんで、高いんでね、コンテンとかね、なら見えちゃいそうですね。まあコンテンツっていうのは何でもあしそうなんで、はい、柴原がリャンメンリャンメンにしちゃって、山本が先から逆らうたびにパチンと頭叩かれてる感じがするんですけど、そうですね、さあ山本がチューンをポンしました。まあ、山本君もまあ流しに行って当然なんですが、がですよね、がなんですよ。こう見るともっとあなたよりいい人いますよっていう感じなんですよね。そうそうそう、実はね、はい、実はね、
あらららららら、どちら、さあどうする、これはもうこれ数万数層持ってきた人が、数万数層ですが、数万数層薄いな、数層あと1枚あ、じゃないんだ、数層行きました、ただ山本の数層がね、おい、いやまたか怖いよ、またかこれ、あんまり変わるかもわかんないですけどね、まだ、そうですね、まだこれから変わるかもわかんないんで、はい、なんとも言えない、次に数層切る可能性も十分ある、もう十分ありますね、この数層は、数万は山に1枚です、実際にくっついた瞬間数層ですよね、うん、多分ね、うん、あこれは初か、これも大丈夫、次は大丈夫、初ポンした、はい、西村が初をポンですね、いいのか、西村、まあ大丈夫、ヒヤヒヤ、ヒヤヒヤですよ、ヒヤヒヤですね、あ、リャンソーは振り手なんで、リャンソー切ってる、はい、はい、さあ、にはしない、さあどうする、リャンマン切るか、手広いのはリャンマンだ、はい、うーん、さあ、テンパするか、しない、さあ、ここです、さあ、ここです、問題は、まあ、これ大丈夫、大丈夫、ヒヤヒヤ、ヒヤヒヤですよね、でもリャンシャンテンですもんね、山本、うん、まだちょっと何がくっつかによって、ね、ほんまにこれはやばいっすよね、うーん、あ、いや、出ましたね、出ますね、出るよね、ですよね、7700の上がりとなりました、はい、これ西村はどんな感じですか、満面の笑みに、満面の笑みですか、やっぱり心の中で、心の中では満面の笑みですよ、ね、そうなんですよ、77でかいですね、しますね、はい、あ、自分やったら、自分やったら僕いつもこういうのは笑いこらえるの必死なんで、はい、これこらえてる、こらえてますよ、これこらえてるんですよ、こらえてますよ、笑ってますよ、もう笑ってないか、いや、ちょっと笑ってますね、鼻の穴が広がってる気がする、ちょっと笑いこらえてる、もうこらえますよね、松井さんに見たことはあるね、僕はもう必死に笑いこらえますけど、こういうのもうめちゃくちゃにしてるって、いいえ、大人気やな、あんまり、さあ、ドラゴン3品です、その6ですかね、高いのれんちゃんです、これまためぐみるく、すごいめぐみるくじゃないですか、これどうですか、またこれイシャンテじゃないですか、もう嘘やん、いや、ほんまですよ、これ中ちゃんぱしかないっすよポン、はい、もう中ちゃんぱしかないです、ポンじゃないですか、ポンですね、ポンはポンでいいじゃないですか、多分ポンです、はい、うん、なんかもうここまで行き過ぎたらリッチまでもういいかってなっちゃう、なるほど、いいですか、リッチしちゃおっか、リッチしてたら山本も刺さってないんですけどねさっきのね、もう、まあ、もうやめました、やめましたとうとうもうええやろっていう感じになりましたね贅沢な嘘切りやったな、はい、今の、はい、もう、ね、まあ、めぐみ力すぎて、もうチーマンからめぐみ力なんですけども、すごいな、その点もらって諦めるの、逆にスーアンコ狙いです、スーアンコ見てますね、確か、多分だって役マンまだしてないもん、うん、スーカンツ無理ですよ、無理、スーカンツ狙ってるかもしれないです、狙ってるんですかね、うん、そうそうそう、ポンしましたね、パーピンとか、あ、ポンですね、さあ柴原が、柴原がポンしましたね、役役ちゃんたドラになればいいな、うん、さあ、そう、まあ、そもそも初第3弦、第3弦ですね、あと3枚引けば、うん、あと3枚引けばね、まあ、やっぱ役役ちゃんとドラ1が本戦ですよね、そうですね、役役ちゃんとドラ1ですね、何品が、はい、ウーマン3つ来たよもしかして来た、数貫来た、もう2あんこになってます、今ただこの仕掛けがある戦いは降りちゃいますよね、いや降りるかも分かんないですけど、チューンあんこになったりとかするかも分かんないですよ、もうなんか先輩したくないのに来てるみたいな、ね、あー、テンパりましたね、ドラ1はつかないですが、積もって1300、2600、そうですね、テンパイです、テンパしましたね、はい、西村も役なしですが、テンパイです、テンパイ、一手代わりピンフ、続々とテンパイが入っております、さあ、山本のパス層が危ない、いや、もうまた山本ですかマジですか、はい、山本どうした、危ないですよ、これ危ないですね、あ、まあ、1789とか678とか見てるかな、はい、高いは、まあ、高いはもう売ってもいいよっていう考え、はい、まあ、ロトそうなんですかね、まあ、チュン、あんこでも誰か怖いぞ、シャワーと、ジュンちゃん、まあ、ジュンちゃんというかピンフの手代わりを考えてるんですよね、まあ、どうぞ切っといて、とりあえず、まあ、ジュンちゃんも遠くのジュンちゃん、いや、三色も見てるかもしれないですが、まあ、急速切ってるか、三色いくんちゃうか、はい、パーマンいきましたね、パーマン、うん、まあ、現物です、なるほど、柴原の現物、高いって今なんて4万5千点か、4万6600ですね、4万6600、まあ他の人あんま減ってないんですよね、実は、山本以外ほとんど山本からなんで、なるほど、柴原と西村はどっこい、それほどね減ってないんですよね、そうですね、3万1000と2万8000なんで、はい、西村は天敗復活してるんですね、もう崩しますか、もうね
ちょっと辛いですもんね、あれは。ちょっとね、しんどいですよね。で、ポンポンですからね。はい。そら、2チームは見えてない。怖いっすよね。まあ、怖いっすよ。めちゃくちゃ怖いです。まあ、2チームはまともには行けてないですよね。うん、そうですね。ただ、一応、純ちゃんのイシャン。純ちゃんのイシャンって2。一応。まあ、山本はチューン2枚あるとはいえ。家ですよね。家です。家ですよ、本当に。これ、本当に。うまいですよね、このバイマンまで恐れますよ、ね、これ。何を切るの？ウーピン、まあ通りそう。うん、さあウーピンが通って、スワンコイシャンでございました。積もりました。積もりましたね。はい。108チャンター、はい、1300、2600の上がりとなりました、柴原。いや、全く親戚じゃないです、松井茂さんとは。茂さん。親戚じゃないです。そう、柴原の方にギャンブルなるか。これ並びできてるんですよ。そうなんですよね。柴原にとって理想的な並びにはなってるんですよね。あの高井君が頑張ってくれたおかげで高井君2着に挟むことができるんでね。あとは西村と3番手差つければいいだけなんですよ。そうなんですよね。これまくれば結構理想、あのなんていうの、今見える条件になってきますよね、結構。あと西村と2万6000点差つけるっていうだけなんですよね。さあ、小山が柴原に回りました。ドラは3ピンですね。あ、2万6000点って6000オール1回引きはもうほぼ並びみたいなもんで。そうですね。6000オール1回で。結構現実的になりつつあるんで、これはハイパイメグミルクじゃないですか、これ。ハイパイメグミルク高い。スーパーから来ましたね。もう完全に縦を見ると。縦で、しかも、あ、ここもいいぞ。西村良くない？え、違う？いや、柴原も、山本もいいっす。山本すごい。ちょっと、いや、これ柴原高いもいいぞ。うわ、高いもいいぞ。これ今日、これどうなってる？みんなメグミルクですよ、これ。これすごくないか。これで、ああ、上がれそうだ。ああ、早いな。おお、面白い。一三体ですか。シャーポンですよね。シャーポンしましたよね。はい、当然、やっぱり。ポイントですよ、これ。ポイントイトイで、とりあえずは。なんかぼかしたいですけどね。ぼかし2ピンぐらいぼかしたいですね、確かに。でも柴原なんかやったらこれトン引いてきたらトン浮くでしょうね、多分ね。うん、そうですね。僕でも浮くかも分かんないですけど、まあこれはとりあえず置いておいて、置きますよね。2ピンいらないんで、ほぼ。あ、来た、頑張った。うん、ここで合わせた。あ、これでもう柴原も、はい、これ打ったらやばくなりますね。西村が打つとかなり大混戦ですよ、ね、大混戦になる可能性。柴原含めて3人大混戦になります。うん、これもうよう切らんようになってますね。さすが、まあ、これここが、まあ、ピンキョピンいける。あ、行きましたね。ピンキョピンさっきのいい層落としたんですよ。そう、まだ大丈夫に見えるんで。まだ大丈夫に見えるんですよ。もう早く切らないとダメですよね。次にもうパピン危ない。パピン早く切りたいですよね。さあ、もうこれポンだ。これ3ピンが切れない。これで3ピン切れなくなったんじゃないかな。はい、1ピンで出てきて、はい、もう無理だ。もう切れないですよね、これ。さあ、柴原、親の柴原天敗になりました。トイこれ親マンです。トイ3ピンどうする。いや、まあとりあえずチーワンじゃないですか。チーワンですよね。3ピン取らないですもんね、しかも。そういうことなんです。そういうことなんです。切らないですよね。デートなん。さあ、とも切りました。これはペートなんはトンパトラもう切るでしょう。切る、まあ、テンパイですから。はい、がなんが今、あ、3ピン重ねればいいシャンテンパイというところまでは来ました。そうですね。それまでにペーやなん持ってきてどうするんですかね。ペーってどうしますか。チョンペーもションパイ、ナンは1枚、ナンは1枚1枚切れないですよ。ナンは止まらないか。ナン止まらない可能性ありますよね、これ。カンだ、カン余計にもうこれも何も切れないかも分かんない。こうなるとピンズ自敗は無理、無理ですね。いや、他にトイトイも怖いんで、マンズ、ソーズもションパイは怖いですね。あ、切れないですね、これでも。まあ、パピンは切りやすいな。パーピンはさすがに、そうですか、パーピンは切れます。ほぼほぼですよね。はい、これはギブアップですね。これはさすがにギブアップですよね。うわ、はい、うわ、なんだこれ。テンパイ？なんや。サブロッソー。サブロッソーってこれサブロッソーやばくない？なる人いてるんじゃないですか。もう山本とかも。山本はもう3層、はい、今来たとこですよね。
とかサボすのか。これはダウンピンになりますね。ダウンピン。ダウンピンだった。掴んだらやばいぞ。ダウンピン。はい。ダウンピン掴んだらやばいぞ。跳ねまんですよ。ダウンピン積もったら。ね。え？ただこれ打つとね。刺さった。柴原以外打つ人はいなくなりましたよ。ロソン。三差まで。柴原やばいぞ、今度は。これはやばいですね。うわ。先発だが。うわ。まあ現物ですよね、イーピン。ち。イーピンは現物。イーピンは現物ですね。イーピンは現物行きますよね。イーピンは行きますね。一かどうかですよ、そこ。チーピン。まあ薄いですけど、ああね、まあほぼないですよ。全部ゼロです。はい、そうですね。これはゼロではないか。ただこれで西村を押したと他の人から見える。わかりますよ、ね。はいはいはい。さあまだあるんですよね。カン。カン。数貫通？あ、ないか。三貫通はないか。まあ、パピン切られてるんで。パピないんですよね。ああ面白いなこれ。根元も粘ってるんで。カンダはありません。三、まあ三ピンにくっつければテンパイは入る。これすごいですね。このああショッパイは無理か。あ一枚入れ。一枚入れも行く必要はないか。さすがにもうこの点数も来る人間だから。さすがに別にね。無理する必要はないかっていう感じです、ね。トイトイ当たっても嫌ですかね。トイトイドロドロって可能性もな、うん、痛いですからね。うん、さあここで小さいかいけるかな。チーソーションパイ。ションパイです。無理か。スーソーいけるか。ウーマンか。ウーマン現物ですね。はい、ですか。まずにうまくここで打つのばからしか。満点パターンスーソーぐらい勝負です。行く行きそうやけどね。さあペートナン出ないまま。さあどこにあるのペートナン。どこにあるんですかね。どこにあるんですか。誰も捕まないぞ。チーソー今行きました。満点パターン。点パターン。ヤングピン。まあここは上がってカンパーマンですよ今。今テンパイペチコーン。うわーさあ終わりました。すごいすごい。あボロボロ、あボロボロさあ折るテンパイ。ピシャじゃんボロボロ。すごいねこれ。すごいねこれ。ワンパイに行ったんですね。ワンパイにいっぱいありますよ。全部ありますね。関して取りに行ったんですけどね。みんなうまかったですね今の。はい、ちょっと息が詰まった、うん、面白かったです。1000点すらももらえないんですから。これほんまや、こんなに頑張ったのに点点すらももらえないんですか。一番結構、ね、盛り上がりましたね。全員転売です。そうそうそう全員転売です。さあもう柴原どんだけみたいな感じですね。あんだけ派手に仕掛けて何も捕まなかったのがね、転売、うん、に柴原なんで、ね、っていう感じですよね。ほんまにおいおいおい誰もモチモチやね。誰もないやんみたいな、はい、これは笑うわ笑うわな、うん、それは笑うわな。お前またウーピン。さあ柴原の連チャンです。さあ3回戦になってね連チャンが続いていますが、そうですね、俺今日どんだけやねんみたいな。そうですよね柴原にしたら。まや通常ってあれへん時点でがっくりやん。全員テンパってるし持ってへんし、ノーテンパップももらえないのみたいな。これもう勘弁してほしいですよね本当に今日のこれ。さあ柴原白統一。さあ連チャン連チャンですよ。連チャン連チャンしたいですね。そうですよね。もう連チャンするしかないですよね、はいはい。まあ並びができてるだけに、はい、まだ頑張れる気持ちがね、まあるんで、はい、あこれ、はい、いいとこ引きましたね今。とりあえず西村との差を広げ転敗してリーチしたいですね、はい、柴原。そうですね。日本戦オール見えるんですよ。一枚目は泣かんな、まあ、泣きたくないですよね。もう技は泣かないでしょ一枚目は、うん、泣きたくないですよねこの手は。リーハクドライチを積もりたいですね、うん、リーハクドライチ積もりたいです。4戦オールしたいです。まあ、キューピアンコの2ロコールでもいいし。そうですね。そうテンパるか。2枚目は渋々な方か。まあそうですね、2枚目はさすがに泣かないともうねえ一つの親場も落とせないんでね、うんうん、イーシャンテンの人がすでにいっぱいいっぱいですか。いっぱいではないでしょう。2人イーシャンテンですか。高井もイーシャンテン。チートイスですか。山本イーシャンテン。山本イーシャンテン。山本もイーシャンテン。2人ともチートイスですね。チートイスですね。これスワンコですよ。どこどこどこ。いやいや高い高いでしょ。あー高い。そうか、スーカンツしないかもね。いや役もあスワンコね。いやもうスワンコで妥協でしょ。リーチですか。どこどこ誰誰。柴原です。柴原山子がもう理想的な形で白とキューピン、うん、白を積もれるか。白積もったら4000円になる。まあキューピンでも美味しいぞ。26オールはテンパターテンパターいった酸素しばらく行こう。はい行きたいですよね。もうしばらく行きましょう。さあ柴原親の柴原からリーチがかかっています。白とキューピンのリーチ、はい、
しばらくというか全部行くんじゃないですか。全部行きます。全部行きます。全部行っちゃいそうな気がしませんか、これ。さっきの高井と一緒で別にここは行かなくてもいい。そうなんですよね、本当はね。あの西村なんで相手が。はい。なんで本当は行かなくていいんですけど。1800なんですよ。なんで。でも、まあ、ルーピー入ったらもうかけちゃうんですけど。でも行きそうな感じするんですよね。さっきのあの高井のリーチにも少し押したんで、うん、ちょっとね、なんか行きそうな予感がするんですよね。さあ残り3枚山ですね。西村が北総 M 展開にならなければいいですか。もう今も西村さんはフレットしか思ってないですよね。そうですよね、こんだけ押してるってことは山本さんに、はい、そうです、もうそういう展開にならなければいいけどさあっていう気がするんですけどね。嘘は押す、まだ行く、行ってる、してる、押す、押す、嘘はまだ押しやすいかな、押すそう、まあ、そうなんですが、ガーですよね、ガーですよね、そば店です。まあ怖いんですけどね、ゴリゴリ、いやもうやばいです。さあゴリゴリ押してます。集まりました。リーチ取れなかったってことか。その G 対800、1600。まあ柴原さんですよ。柴原はもうこれ。おいおいおいやね。今日はっていう感じですね。はい。やることなすこと全部。これがいつも山本君だと思うんです。まあそうなんです。ランキング戦でよく見るのは山本君ですよ、これ。あ、そうなんですか。こういう感じですか。そうなんや。そうなんや。いやこんな感じですか。こんな感じですね。悲しい。でもリーチは行かないですね。まあ、ドラのドラ持ってくるまで持ってくるまではさあチートイの酸素詰まりました。山本現在ラスですが西村との差を縮めたい。そこは1万点差なんでまだ、はい、山本西村は着順勝負。そうですね、はい、トン4局に入りました。ドラは9ピンです。さあ西村親番ですが、そうですね、頑張るでしょう、はい、当然頑張らないとここで差をぐっと広げたいんですよね。 うわめちゃくちゃいいじゃないですか。567いいシャンテン、いいシャンテンですね。567いいシャンテンですね。5ロッチ、ありがとうございます。567 5ロッチでしょ、5ロッチでしょ、5ロッチじゃないですか、5ロッチやな、いいシャンテンですね、確かに、はい、これ上がったらかなり有利になりますね。柴原の手もどうするでしょうか。柴原あ、なんでなん、なんていうことは、あ、出ちゃったんだ、え、ないのか、2枚切れ、なるほど、2枚切れやね、確かに、うーん、まあ、どうせ染めるのは陳一まで、なるほど、と、まあ、入るか、差し子、おっと、何面ができた、うん、おっと、急走、早くて見れない。早いな、切るのがみんな。うーん、高井入切らないですね。高井もやっぱりそんなに無理しないから、ね、やる気ないですね。やる気あんまりないですね。無理しないって感じですね。チンっていうアンパイあるけど、ね、けどですね。前にもうそれでも前に。おっとドラドラになりました、山本が。はい。山本は一気にやる気出ました、これで。どこだ、山本、山本。キューピンが統一になってますね。キューピン統一になってますね。山本は何でもリーチたいですね。何でもリーチですか。はい。もうここはなるほど、ちょうど親番が西村なんで。まあ、西村あそっか。何でもリーチなんですけどね。そうですね。西村もリーチするでしょう。西村もそういうこと。ああ、バーピン切るかな。バーピン切るか。バーピン切るか。スワン切るか。切りたいけど。どうだ。でもどう。バーピン切りたいけど。結構好きですかね。こういうラウンド。いろいろ見る。いろいろ見る。何を見たんですか。あ、A ピンズを伸びて、分かんなかった私も。え、ヤマスワン当たり切ってピンズを伸びていくっていう。あ、ピンズで頭、キューピン頭1個と、はい、さらにメンツ2つ。スーピンあたり引いたらヤマスワンでいいですよね。嫌いじゃないですけど。なるほど。おちょちょ、なかなかテンパしませんね。そうですね。見えない、見えないね、見えない、見えない、あれできてきてるぞ。なんかもう高い避けてるけど、テンパイするけど、テンパイ、高いが、テンパイ、イスソ、イスソ、キュソが安い、安い、どうせならチンチだったかな。そうですね、どうせならチンチ、まあ、2、3を見たんですけど、そうですね、2、3をね、1回見たんですよね、まあまあ結果的にいいんですけどね、はい、そうですね、どうせならチンチだったかもわかんないですね。チートイ、中連ポートまでチートイと見せかけたテンパイにならなかった高い、うんうん、あー心配しました。どこだ、サブロー、そダマでしたね、ダマりましたね、瞬切りはテンパイです、
切らないチュン切ればテンパですね、本当にそうなんですよ、チュン切ればテンパ、スーラン最後に切るんでしょ、最後に切るんですね、テンパイって一応見せるみたいな見えるないですね、見えるかな、アドバンテージってことですよね、で、まあ、玉なら拾えるサブローソー、ね、ドラム見えてない、いろいろ込みで嘘はもうサブローソー拾えそうですもんね、うちに3本は横に寄せてどうぞ、あパピンそろそろパピン切るか、そろそろパピンか、そうそう、まだろうぞ、出ましたね、はい、はい、ピン風のみ1500、山本からです、うーん、こっち行かないですね、リードを広げた、はい、そうですね、はい、そうですね、リード広げましたね、うん、直撃は美味しいですよね、1500とはいい、そうですね、そうですね、3000点開くもんね、これは違いますよ、はい、どうせ上がるのは直撃したい、なるほど、まあ一番いいとこから出たなっていう感じですね、はい、はい、トンバですね、トンバスです、そうなんですよ、はい、3回戦になってグッとペースが、お前ですね、打つリズムは早いんですけど、ね、はい、連チャンが、連チャンがね、が増えてきた、思惑がね、はっきりしてきますし、そうですね、はい、まあそうなんですね、最終戦でこうなりますよ、無理しない人間が出てきたりするんで、無理しない人と無理しなあかん人と、そうですね、頑張る人は頑張って、はい、それに対してね、まあ、さっき山本君頑張りましたけど、うん、3層のチートイツの時、はい、スタートラリアンピン、無事ですね、うん、さあ柴原に1枚、山本に1枚、柴原がいいですかね、柴原はいいんですけどね、柴原は打点がもういるんで、打点がいるのか、まあ、まだ親分があるからそれは別にいいんですけどね、ただまあでも局数はやっぱり、ね、うん、限られている以上、まあね、ある程度高い手は上がりたい、そうですね、できるなら高くしたいという感じはあると思います、まあ、今回はドラ持ってるんで、まあ、漫画以上は十分見える手だと、なるほど、対応さえついてしまえばし、まあ、567とかいろいろ456、あ、全部消えたそうで、まあ、もうピフドイツですか、対応、まあね、の可能性を残しつつ、対応がありますから、まだ、うん、対応でピフで積もればテンパってないでしょ、まだテンパってないかも、はい、イシャンテン、イシャンテン、うん、まあ、ローソーか数ピン引けばリーチですよね、ここは、うん、そうですね、ローソーか9層でもリーチしてもいいけど、別にいいっていう感じ、本人的には多分柴原さんはまだ、ね、柴原はしたくないという感じでしょ、さあ、山本がリーチ、これはいきます、イースチピンのリーチです、もうね、はい、ちょっとでも差を詰めておきたいです、なるほど、そうですね、今1万5000差あるんですか、だいたい約、こうなると柴原ももう休めてテンパイでも行こうかっていう気になりますか、うん、そうですね、子供のリーチならもうちょっと行こうかと、そうそういうことで来ましたね、やっぱり、うん、さあ、おかけました、柴原、柴原はロー、違うイスピン、イスピン、イスチーピン、あ、積もりましたね、リーズモドライチ、はい、じゃあリーズモドライチか、そうですね、1200、はい、そうですね、これで、7000点積もりましたね、はい、大きいですね、やっぱりそうですね、もうこれでこれでもうあと7000弱ですか、7000弱ですね、はい、うん、6600、6800、さあ山本に親番が回ってまいりました、な一局、さあ最後の親番ですよ、山本にとって、ね、ここをね、上がり、もちろん上がりたい、上がりたいですね、もちろん上がりたい、うん、上がりたいですよね、西村は蹴りたい、西村は蹴りたいし、高井も蹴りに蹴りたい、蹴りに来ます、高井どうですか、ね、高井今の高井を見るとなんかそんなにやる気はなさそう、まあ、自然安全牌を持ちながら自然といければ蹴るというか上がりに行きます、はい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 、逆に柴原は高井点を狙うんで長引きます、柴原はゆっくりですね、はい、なんで長引きます、ね、うん、しかも手はいい、さあドラマ嘘ですね、高井もいいじゃないですか、めぐみるくずっとめぐみるく今日一日中ですね、すごいですね、悪くないですね、でもあの山本は、山本ですか、山本全然いいんじゃないですか、これ西村がペイが統一か、そうなんですよ、ペイ茶のペイ統一というのがそこだけですね、とりあえず泣くかどうか、泣くんじゃないですか、泣きたいですよね、どうなんでしょう、まあ、逆にというか急走フローピンイーマンあたりも泣くかどうかですが、うんうん、そこはちょっとわかんないですね、ペイないとして、ペイは泣くでしょうけどね、多分ね、体
かチートイツに走るのか。なるほど。もう一つ重なればチートイツですよね。はい、うんうんうん、4トイツ。さあ早くリーチをしたい、はい、は山本は一刻でも早くです。うーん、さあこれ掃除切るか満足切るか。さあ引いた。これで一応タイヤをタイヤは見てにも考えて、ドラ1、はい、ドラ1切りました。さあ動かない、動かない。まだここではないかな。ちょっとまだ弱いと、他が弱いと。ちょっと弱いか。急速切ったのチートイツも見てないと。うん、見てないですね。さすがにバラは過ぎたっていうことですね。そうですね。なるほど。そうですね。まだ泣くには早いかと。逆にもっと序盤だったら泣いてもいいけど、もう中盤あたりでさらにまだ泣いてるアンシャンテンっていうのは辛いですよね。ちょっと寒いかと。チートイツも見えば見えましたね。ローマン重ねて。さあ、どうだ。どうした？チーマンか。はい、チーマン。さあ本から入りました。まあ、そうですね。はい。もうピンオープン、もう序盤、はい。中盤だと。ピンはなんかトイトイっぽくないですね。そうですね。トイトイっぽくはないですけど、トイトイっぽさ消えるけど。はい。まあでももう我慢できなくなってきてますね。なるほど。難しいですよね。タイヤドライチってリーチして積もりたいですけど。まあそうですね。もうゴツゴツした手になっちゃってるんで、泣かないと間に合わないです。ちょっと微妙ですよね。この仕掛けは。観音はチンの構えしてますけどね、うん、完全に西村もいいシャンテン、まあ、何でも泣くぞと。うん、泣けるかどうかは微妙なところなんでね。柴原いいシャンテン、うん、柴原もいいシャンテン。柴原がいいシャンテンってことは柴原が、あ、これでちょっと広くなった。テンパイ取れるかもわからないな。これ柴原がいいシャンテン、これでテンパイ取れたか。ね、落ちいいですね。はい、タイヤをドライチ、これドラを持ってくれば2000オールになりますと。そうですね。美味しいですね。さあ、またリャンパッソのテンパイですが、9と思ったのが2、もしかしたらゴッパの可能性が出てきました。積もりそう、あ、積もりそうですか、これ結構出てた。リャンパッソ積もりそうかどうかわかんない。1、2、3だけにまだありそうな気は、うん、1、2、3パーソはでもあと1枚かな。大西もいいシャンテン。ウソがまだあるんじゃないの、もしかして。ウソが一番1枚高いはシャンテン、靴し服がウソが1枚あるんじゃない。1枚ですね。ウソが1枚残ってますよね、うん、リャンソンも1枚。リャンソン詰まった。1000オール。さあ太陽大地、さあまた詰まった、うん、これでまた面白くなった、はい、徐々に、うん、さあ親の山本連チャンですね。粘ってます、はい、これでわずか2600。さあ西村も攻めてますね今日。そうですね、うん、宣言通り西村が空気すぎるというか、うん、まあ先まで空気でいていい状況だったんでね。ただそろそろですよ、はい、まあちょっとね、この局面でなんか流しに来てくれそうな人はいないんで、うん、そうなんですよね、あの敵が多いな。西村、ね、自力で行かないと。そうですよね、ちょっとね、高井があまりやる気なく柴原さん大きいって狙っちゃうんで。そうなんです、そうですよね、柴原遅くなっちゃってるんで、手が自ら蹴りに行かないとダメなんですよね。まあまあいいんじゃないか、はい、あ、いいとこで行ったか。さあドラは何ですね。ドラは何ですか、はい、これドラなんていうのちょっと難しくなってきますね。これ山本がまあどこも行ったら山本が持ってるんですよね。山本が山本にどこで全然ここで話してもきっちゃいっていう手もあるんですよ、実は。あるんですよ、ありです。レンチャンしたいし、ありです、切りたい、それはありです、はい、切るなら早くっていう感じはあります。今の難しいな、これ、まあ、パーソマリアシ、パーピーマリアシ、何マリアなんですよ、うん、難しいですよね。難しいですよね。早いな。あ、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。農活空間や、ありがとうございます。ここに松たか子が僕のことですか。取られた。間を取って僕まで。お、とここでそこもパーピンか。まあ、うわ、タマコテは、そうか、タマコでしたか、はい、ということはナオンはどうするんだ。切らないのかナオンは。どう、二人とも。いやいや、切らない、切ると思うんですけど、どっかでは。もうおっと、これでもうこれは切らない、パーピン、はい、パーピン切りません。
どっちかですよね。どっちか言ってもこれ重ねること考えますね、もうこうなると。そっか。一番いい形になりましたね今。たチーピン引くとなんじゃないですか、さすがに。そうですね、チーピン引くと678のと、まあ一応はい、うん、あるんでね。まあリノミをブックフにっていう。あ、なんだ、ここに来た。ここは打たないか。柴原も出ないぞ。柴原高くするために、まあテンパったらローマン入ったら切りますか。あ、単野で形にした。さあこれです。あ、まあ磯木1枚切ってるのか、はい、磯木切ってるか、はい、柴原は高くしに行きたいが、これはチーピンですか。チーピンですね、まだですね。うーん、9万入ったら落ちます。おっと、すごい、いいとこ引いた。はい、俺はもうくれたぞ山本が。でリーチ入ったらもうなんかっていう風になっちゃうんで、なんもいけないですもんね。さあここはテンパるか、まだか。先にチーテンまで入れるぞ。ここそうですよね。おー、このパーピンはチーピン6チッパーを見て引っ張ってるんですね。はい、もうチーピン入ってしまえばなん、もう打っていいでしょ。いいですね。うん、まあそれでも打たない手もあるんですが、それだとパーピンは打てる意味がないんで。うわっ、これで何も打てないんじゃないかな。打ってない、打ってもいいんですけどね、ここで逆に。逆にね。さあ、リアンパピのリーチが入りました、西村。押したまあ、行くざるを得ないのかも。いや、まあ、これだけ点差詰まってる以上、降りる手もあるんですよ。まあ、そうですね、まだ逆転があるんで、はい、まだ3局あると。さあ、これどうする。ここには打たないか。あ、どうでしょうね、行ってもいいですけどね。うん、いいとも、何待ちだったらリーチしないでしょう、みたいな。さあ、7枚やります。リアンパピン VS 柴原、おお、詰まりましたね、いつもタイヤを一発。1300、2600。強いよこれ。これで1万点以上の差つきましたね。そうですよね。一気に。以上じゃないですけど、あ、まあまあ以上ですね。はい。今それまでのを含めるとってことですよ。リーチボーンまで回収。ね。柴原のリーチボーンを、はい、取っていっちゃった。あれだけ点差が詰まってるんで、もう点差を突き放すためにリーチですよね。強い。あ、山本はがっくしですね。ちょっと。柴原さんは大体柴原さんが格子か。まあそうですね、今日ほとごとく負けてますね。はい、いいとこまで行くんですけどね。さっきもイスピン対イスピンだったし、今回もウーパーピン対リアンウーパーピン。まあ何行きますよね。まああれはもうやっぱりまあまあまあね、まあ3球なんでね、3球だし、まあ何待ちだったら闇でしょっていう感じもあるでしょ。なるほど、うん、短期だったらごめんねって感じですね。まあ、何シャッポンでもリーチ可能性あるんで、まあそれは分かんないですけど、自分が単純にこれ上がりたいっていうことですよね。あ、はい、高井がめちゃくちゃいいです。高井が親番ですね。さあ、でも白も2枚飛んでますね。まあ泣いてない、泣いてない、泣いてない。今重なってます。今重なった、今重なった。まあじゃあ切りますか。切らずに置いとく。ピンターンですね。うん、置いとくかな。切っていくんじゃないですか。切っていきますか。どっちでもいい、自由なんですけど、うん、そうですよね。まあ連チャンしてもいいですけどね。あ、無理せず連チャン。はい、ただまあナンバーは流しやすいですよね。トンバーはまだ何が起こるかわからないから、うん、そうなんですよね。ナンバーはね、もいいけど、山本ドラドラですね。これドラドラのチート率のいいシャンテンじゃないですか。もう、はい、ただなんか単用のメンツでもあるんで難しいですけどね。どまあでも単用リャンウンソーが入った時に、そうですね、まあでもまだ初行くでしょ。はい、まあ初行ってからリャンピンウーピンポンっていう可能性もあると。決めない方がいいですよね、はい、まだ。なんでローソーとかも置いとってても面白いか。スムーズに行ってにし、あの高井だ。はい、いいチャンネルですよ。ああ、とりあえず初ですね。タニオドラドラの、まあ、はい、そうですね、クイジ掛け高めドラみたいな感じあるかもわかんないですね。リャンピンウーピン3層全本ですよね。そうですね、まあ、しない可能性、リャンウーピンはまあしない可能性はあるんですけど、まだこれいそこいそいきますね、もう太陽、太陽、あ、テンパイ取らずですね。まあ、役なしですか。役なしのテンパイ取る意味がないですよね、もう。まあ、まあ、取って手がありますっていう手もありますが、うん、まあ、こっちのくっつきの方が広いんで、はい、っていうことですね。さよもとも太陽、まあ、とりあえずテンパイ取ります。これをテンパイ取ってもいいけど、あ、取らないですね、もう。まあ、あんまりやる気ないっていうのもあるじゃないですか。やる気なしですか。なんかもしかして。あ、スワンコですか。もしかして。可能性があるんですよ。あ、そう。またチート率のいいシャンテン。まあ、とりあえず、なんかチート率あるんですけど、ね、メンツとチート率の。そうですね、メンツ取ったらね。さあ、柴原。柴原は太陽。
もう一応対応、うん、いらない、うん、さあどうするスワンコーだ、スワンコーかジャンピンか違うかな、スワンコーやめた、すみませんでした、スーピンはポン、さあ山田がスーピンをポン、高い、浮いた、高く行きましたけどこれはどうなるか分かんないぞ、まあやっぱ点差離れてる以上こう行きたいってことですね、跳ねまん3球じゃ物足りないと、3球は物足りないですけど、別にあれ置いといても、はい、この両面置いといても7700の可能性はありましたけどね、まあでもこれで4800の可能性もあるんで、うん、この姿勢は結構好きですけどね、うん、おっと柴原が動く、タイヤドラ1、タイヤドラ1、まあもう間に合わないか、この順目ならウーピンないね、面前は行かないと、ウーピンないね、そうですね、テンパイ、テンパりました、6球走、6球走ですね、ドラ、柴原さんにドラが来た、うん、ドラ来ましたか、あ、はい、そろそろやめるか、崩すか、そろそろや、まあ、キューピンいけそうですけどね、さすがに、いけそうですけど、崩すか、もうわざと、はい、わざと崩しましたね、もう、うん、もう連チャンいらんと、はい、はい、長引かせるだけだと、はい、そういうことですね、さあ、生元はテンパイも、テンパイも苦しいですかね、苦しいです、はい、柴原さんもドラ掴んでる以上、ちょっとっていう感じですね、なくなった、もうないですね、なくなったか、まあ、一人テンパイも嬉しいですよね、一人テンパイ嬉しいですよ、ここ、このただテンパれない、うん、多分テンパイしないんじゃないかな、まあ、もう貫禄ピン打ちですか、テンパイしたしましたね、柴原も打つか、いや打つかどうか分かんないですけど、打たないですね、打たないですね、打たないのか、3、打たないですよね、そういかない、うん、打たないと思います、まあ、ただ粘るってことですね、うん、粘っただけで打たない、はい、そうですよ、ローピンがまだあるかな、そう、あ、ここに来ちゃった、はい、ただ買いも泣かすような牌はもう下ろさないはずなので、うん、そうですね、はい、あ、こっちだったらテンパイはしてたか、そうですね、さあそろそろ柴原警戒か、最後の牌は、まあ、一応ポンの可能性を残して、うん、GP の、GP、はい、誰もテンパイ、さあ脳天ですね、高井の矢番は流れます、柴原の矢番が回りました、曲は進むと辛くなるのは山本ですね、そうですね、とまあ、まあ柴原もですけどね、うん、まあ、ただも最後のチャンス、柴原にとって、うん、そうですね、最後のチャンスというかほんま文字通り、うーん、ラストチャンスですね、はい、最後の前ですから、さあ何3曲となりました、柴原に親番が回ってまいりました、まあ、西村と38000点差ほどか、うん、西村と西村と3万点以上なんですよね、西村と差が点3と293、376 37600差、まあ頑張ろう、まあ、まあ、とりあえずこの部屋上がり続けるしかないんで、はい、はい、さあドラはパーマンですね、まあ、一応このまま仮に流れても役満も条件ぐらいは残りそうですけど、うん、うん、376差ということは、うん、別で1回で優勝してもミューの選手として一生扱いにはならないですね、ならないですね、これは公式戦ではないので、はい、おめでとうです、雀作優勝ですよ、雀作優勝、雀作優勝ですね、うん、うん、名誉です、さあドラは柴原に1枚、高いが早い、早すぎますね、今日早い、はい、もう中ちゃんぱいしかないですね、早いな、ほんまや、もうさっきも聞いたな、それ、ほんまやわ、ないんですよ、中ちゃんぱいしかないわ、ほんまに、ほんまにこれだけなんかポイント持ってるとリスクを負ってももう、はい、流しに来てもいいと思うんですよね、まあ、うん、そうですね、もう1万2000打つ覚悟でもいいぐらいなんで、まあ、うん、この曲さえ終われば、うん、もう次の曲西村は多分1曲で終わる可能性も高いんでね、そうか、まあ、多分上がるとしても1回ぐらいになるんで、うん、4000回ですよ、4000圏外、そうですね、それぐらいしかない、はい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 、2000圏外だったらおそらく上がらないんで、もうやめてんのも転売しそうです、はい、なんでもう全然仕掛けてもいいですよね、はい、うん、仕掛けて親利きも多少していい、なるほど、多少というか全部押してもいいですけどね、なるほど、
スチーマンウーパーマンチ。そうですね。そう、柴原がペンチソチ。あ、柴原ペンチソチですか、これペンチソチ。ペンチソチ西村さん、へえ。ジャンソクで買ってるのはこの、あ、そうなんですか、俺買ってるんですかおい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 、1枚舐め替えてあるから。あ、まずだってあの、ほら剣法院の部屋、あー、なるほど、うん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 、この前のビッグワンのやつも、あれあれ、あんなも入れるんですか、うん、入れてあるんですか、剣法院じゃないか、あれか、井出さんのやつか、松井剣法院の部屋ってめっちゃかっこいいな、剣法院の部屋、俺の剣、俺が剣法院、井出さんエキシビジョンもありますそうそう、俺が剣法院お前お前これね、課長へ、課長へよく書いてる。さあ、柴原が掃除しています。地層ツーピン切りますか、キューピン切ってるか、フルピンになる可能性もありますから、うんうんうん、これ柴原はこれ、はい、早くも消えてる可能性が高いですか、一応下地球ですか、はい、ただ、泣いておくことで高いの牽制になるんですよなるほど、高いが高い、これちょっとなんか嫌な気分ですね、なるほどね、嫌な気分、そういうことですね、はい、いや、もそれでも先輩しました、はい、さあ柴原、もうやる気ですね、柴原もとうとう、まあ、それこそ僕に対して来ないでしょっていう思いはあるんで、ああこれ来るんじゃないですか、これ来か、これ来ましたよしかもまあなんか総ずって見えちゃうんで、はい、柴原が何高いはこれ総ず切らなければいいやっていう風に、やばいぞ、おー、神回避、いや次です、嘘ですか、次やばいですか、やばいじゃないですか、神回避ですけど今のは。サリアンパソの天体が入っています、高い、やばい、これは無理、これは無理、どっちもこっちもどっちもこっちもどっちもこっちもそっちも2000点あかん、この2000点すごく痛いです、しかも痛いですね、柴原なっちゃいました、ハネマンでないと無理です、ハネマンじゃないと無理、これかなりやばい、さあオーラスに入りました、高いが2000点の上がりをしまして、西村のやばい、神回避じゃなかったのか、100万つも3倍満直条件ですか、柴原は。さあオラス、ちょっと条件を確認したいと思います。山本は羽6線と64は無理、64は羽津も64は無理か、77直ですかね、そうですね、7700横から倍満、西村から直、そうですね、はい、はい、なるほど、柴原はトリプル直か、直はトリプル直無理か、トリプル直無理っぽくないですか、ヤクツモぐらいじゃないの、ヤクツモもありますか、トリプル直は無理でしょう、無理っぽいですね、うんうん、西村高いはもういいか、いいだな、さあ山本は羽ツモ条件、西村から7700直、あ、出ましたね、若干無理ですね、はい、トリプル直は若干無理ですね、西村はこの曲を流曲すれば少し山本をまくれない、OK、山本は跳ねまん、いや山本を少しまくれないんで、そうですね、はい、他からは倍満、バキから倍満、柴原は役満つものみ、柴原は役満つものみ、はい、柴原は役つものみ、役満つも、まあ、役満は西村から、西村からはいける、役直いけるんじゃないですか、西村からはいける、いいのか、はい、山本からは無理、山本高いからは無理、山本からはダメ、うん、西直、はい、西村、西直は OK、 西直だけ山直にすると西村をまくれな い、 はい、はい、そうですね、山本、そうそうそう、はい、西村をまくれない、西直、うん、西直だけですね、はい、となっております、今確認しております、そうですね、はい、バスラスでも OK 残るんですね、まあ、そうですね、まあ、高井のおかげなんですけど、これに関しては高井が高井がトップポイント最後頑張ってくれたんでね、はい、なかなかないんで、うん、そういうことで、まあ、二人勝ち上がりということもあるんですけど、ね、はい、そうですね、さあ柴原には役満、まあ、でも主にはもう山本手だけです、そうですね、山本が羽根満作れる手になるから、まあ、チューンがドラっていうのはまあ理想的かもわかんないですけど、スーカンツ直撃、スーカンツ、ね、さあドラはチューンですね、スーカンツって 100% 肌が高いんですかね山本たちはどうだ、無理か、無理ですか、無理じゃないか、どうですか、チューン引いたの、チートリドラドラ、チートリドラドラドラ、トイツ1枚、1枚1つしかない、1枚ある1枚ある、123、まあ、でもリズモなんドラドラ、リズモダブン、ダブナン、はい、リズモダブナンドラドラドラ、アクアリズモチュンドラさんか、そうやね、その辺ですよね、トイチートリドラドラと、まあチートリドラドラ絶対見ますね、ハネマンってなったら待つ、はい、まあその3点瓶ぐらいですか、
最大の条件って押田さんがなんか押田さん役満条件ね、役満条件、うん、満たしたって満たしました、ね、聞いたことあります。はい、さすがさすがっす。さあ西村貴恵はこの曲を流せば OK ということになっておりますが、そうですね、まあ、チートドラドラの、はい、条件でいくしかないですよね。そのままかった以上、まあそうですね、まあこっからは場に切れてるのを見ながらそれを素直に切っていくのがいいのかな。はい、高井は山本に役満打てる、高井は打て山本に、はい、いや狙わないと思うんですけど打てないんじゃないの。打てないか、さすがに打てないじゃない。ラストでだいぶ離れちゃう、これ無理でしょ。ワンツーになっちゃう。山本に、柴原にじゃなくて山本に、高井がね、柴原にはそれは打てますけど、高井がね、打つのは、ね、高井が山本にか、山本に打てないんじゃないかな。46、48、もうやめてますね。32、はい、早々にやめました、ね、うわ、ダブなリズムダブ、これもう3枚や、はい、うん、これでいいです。できましたね、もうできましたね、羽根も、羽根つも、はい、うん、ダブナンがアンコールもチューンだけですよ、条件は、うん、チューンが来るかどうかだけです。 あとは積もってくるかだけ。これもうやる気出たでしょ。ちょっと手つきがささっとなりましたね、うん、しかもチューンはいるぞ。チューンいますね、チューンゴロゴロいますね。3万やも、わー、山本可能性出てきましたこれ。顔を抜かれてしまった。さあとりあえず両面見ちゃう。それでいい、それでもいい、まあウーピンでもいい、ウーピンでもどっちかです。うん、そうですね。まあ、じゃあそうか。いや、そうじゃないですか。テンパってほしいな。そうですね。テンパしたらちょっと面白くドキドキするんですけどね。はい。チューン引けって思ってますよね。柴原中連ですか。柴原中連っぽいですね。あ、引いた。イシャンテン。引いたぞ。笑ってる。笑ってる。これは可能性出てきました。お、中連。中連、うん。そっち。可能性出てきました。さあウピーナも、そうですね、ウピーあっても満たさへん、何もいらんの、満たさへん、満たさへん、ウピーもシャムいらん、うん、そう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 、笑ってる、めっちゃ顔抜かれてる。どうだチューレン、チューンがここに来た。ここに一枚来てもいないチュー、まあ、チューレンとスナンコの両手もいい、うん、そうですね。あ、じゃあ急がなくなったのか、急がなくなったのか、なくなったのか、じゃあスナンコ、引いた、リーチ、リーチ、さあチューン短期のリーチです。2枚来てます。2枚山ですね。まだ分からないです、これは積もれば山本の積もれば山本です。はい、まあ、西村が打ってもですけど、西村が打ってもです。あ、そっか、柴原が打つかも、その前に7なんでいいんですもんね。も早いな、切るの。あ、誰かだったね。高いがさあ、ちょっとごめんなさい、さっき伸びてなかったです。1300すいません、上がりとなりました、ごめんなさい、ごめんなさい、中短期にごめんなさい、まさにラストミルクでした。見てませんでした、ごめんなさい。見てた、見てなかった、ごめんなさい。さあ、単優のみ、ごめんなさい、1300流れとなりまして、山本ばっかり見てました、すいません。なんかもう高いの高いでやったな、こっそりミルクですね。こっそり隠れミルクというわけで、高井と西村の2人通過ということになりました。最後西村、山本はね条件を満たしたんですが、ステルスミルク、ステルスミルク、ちょっとびっくりしましたね、こっそりミルクですね、こっそり、ほんのこっそりミルクでしたね。ちょっとごめんなさい、早すぎてついていけてませんでしたが、なんてこった。はい、はい、というわけで、もうあらみたいな、ちょっとあるかって言ってたのに、知らん間にパイが倒れてましたね。いや、ごめんなさい、ほんまに、はい、申し訳なかった。一回楽しめますよ、全く開いてなかった。すいません高井さん、すいません高井さん、いいとこばっかりでしたね高井。そうですね、最後まで強かったですね、こっそり見るとこ、はい、おかえり、おかえりマー君。ただの乳製品になってるけど、ただの乳製品、ただの乳製品、コッソルミルクとかラストミルクとか、なんなんすか、ね、かっこいいはずなんですけどね、なんか、はい、なんなんだ今の。ではね、選手の方々が帰ってこられたら、選手インタビューに入りたいと思います。はい、はい、では柴原ツアーからお願いします。はい、
お疲れ様でした。拍手はいらないでしょ。いらない。歯医者に拍手いる。いやいやいや、お疲れ様、お疲れ様でした。ありがとうございました、はい、うん、今日はことごとくついてなかったですね。そうですね。もうビーチしたら全てあの上がられるし、はい、もう宣言杯が全て捕まるような感じで雰囲気で、ね、こんな時あるんですね。テンパったらオナテン、オナテン、こんなことあるんですね。オナテン系って引き負けるし、引き負ける、こんなことあるんですね。バイマン2回テンパイ、テンパイ、あの最後トリプル条件、なんとイーシャンテンまで行きました。イーシャンテン行きましたね、はい、あと4トリプル、あ、じゃあ役満条件、トリプルツモ条件、トリプルチョ、ツモは無理でしょ。ダメです。発生、あ、ちょ、え、あ、俺計算無理です、無理です、無理です。はい、はい、すみません、あの、どっちにしよう、今と 1.64 とか言ってないです。そうなんですよ、役ツモ条件、まあ、苦しかったですね、今日は。はい、ね、中連、中連、中連じゃないけど中連風でした、まあ、まあね、まあ、あのね、らしかったですよ。でも、純ちゃん三色をリーチ、ピンク純ちゃん三色をリーチするとかね、闇でハネマンをリーチする人はなかなかいてないですからね。それをリーチする人はなかなか見れただけでもよかったと思います。まあ、いろいろ言ってました。ただ今日は本当に噛み合わんかったですね。まあそうです、それが、うん、噛み合わんかったなと思いましたけど、まあまあ次また次回頑張りますんで、最後まで見ていただいた方どうもありがとうございました。はい、はい、お疲れ様でした。今日は疲れたなと思います、はい、結構応援コメントあったんですけど、あ、そうですか、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ最後に条件満たしました。山本ツアー満たしてない、満たした条件は満た、条件満たしたリーチをかけましたけど、残念ながら高井君のこっそりミルクにやられたと。ねえ、美味しかったですね。はい、お疲れ様でした。見せ場あったんやけどな、ね、結構見せ場ありましたね。最後は良かったですよね。うわー、でもね、チートイドラズバか、まあダブナをあんこにしてね、リ、はい、ーチしてドラを積もるっていう、一応名はまああったんですね。かなり苦しくなったと思ったんですけど、あの最後何三曲2000振り込んだ時点で、そうですね、マンツモから跳ね積もりになったんで、はい、かなり厳しいかなと思ったんですけど、まあ、あれもね、手、うん、まあできちゃできた、まあね、どっち振っても当たるどっちでも当たるんですからね。何素でも嘘でも、はい、もう厳しい、きついですね、辛いですね。77の時はあれじゃ、そっか、うん、今しょうがないですよね。痛かったですね。あの道出ちゃいそうだな。ねえ、出ちゃいそうでしたね。まあでも最後条件ね、クリアして結構盛り上がりましたよね。そうなんですよ、盛り上がりすぎて高井さんのテンパイを見逃すという、まあ申し訳ない、まあ、うん、はい、でもほんまかっこ、かっこよかったでって、うん、ありがとうございます、うん、まあ満たしそうだったんですけどね、惜しかったです。アニプロの意地見せました。はい、はい、まあ、残念ながら負けちゃったんですけど負けました、うん、2回戦がちょっとねやられすぎたかな。2回戦ですか、7なのかな、まあ7なんです。3層ですか、3層ですね。あれもったいなかったかも分からない、ね、なかった、うん、分かってたんですか、本一っていうのは。本一はありそうなんですけど、ただ柴原さんがもう分からないしっていうので、お願い許して、まあ、うん、嘘があんこでワンチャンスっていうのもあったんでしょうね。そうですね、固まってたんで、まあ許してって思ったら、まあ、ごめんっていう感じで打ったんが流せないように刺さった、はい、そうなんです、まあ、痛いっすね。で最後も酸素でやられて、うん、まあ酸素はしょうがないです、はい、あれうまかったです。僕らも気づいてなかったですそうなんです、まあ、それぐらいうまかったです、はい、山本さんもね、はいはい、まあ、うん、まあ、でも前より前回よりか前にはまだちょっといけたんじゃない、まあそうですね、前にいけたんじゃない、まあ、押しすぎたかもしれないです、はい、まあ、最初から、はい、見どころいっぱいあったんで、そうですね、はい、今日はね、結構ね、活躍してました、ね、はい、活躍してたと思います、はい、はい、お疲れ、次回頑張ります、はい、お疲れ様です、お疲れ様でした。はい、では2位通過となりました西村ツアーお願いします。はい、お疲れ様です、お疲れ様でした。強いですね、やっぱりなんかそんなに、なんかすごいの上がったっていう感じはないでしょ、自分の中で勝ったって全然思わない、感触はないでしょ、高井に助けてもらいましたもん、まあ、感触はなかったでしょ、全然全然なかった、全然全然なかった、あの、ね、リャンパーピンに積もれたあれぐらいですよね、あれだけでしたね、あそこで決め、だいぶ差を広げることで、ね、チーテン取らんと決めに行ったんですよ、そうですね、ねえ、山本君の親蹴るんとどっちがいいんやろって思ったけど、そうですよね、いや蹴ってもいいと思うんやけど、あれの効果はでかいですけど、確かにかなり厳しくなるんで、まあ、オーラスとかあれ上がりに向かった方がいいんですかね、もう最初から手作りしてなかったんですよ。いや、わかる、僕もそうする、そうですね、跳ねまんでしょ、そうなんですよ、跳ね積む条件ってなかなか難しいと思ってるんで、僕の中でもだから上がりに向かってて上がれたなと思って、うん、
でもね、なんか薬杯泣かれてね、本一が、ね、本一上がられて嫌やな。僕も嫌なんで、多分絞ると思います。同じことしそうなんですけど、ちょっと分かんないし、それはどっちがいいのか。羽根相撲ってなかなか満たせるリーチかけれるとは思ってないから、思ってないだけに、まあ満たした山本君は立派かなと思うんですけどね、あれは。しょうがないかなと思うんですけど。十中八九ドラタンか。まあそうですね、ドラタンチートリとか、ね、ドラの絡んだ。そういうドラ絡まないと厳しいですね。捨て配的にね、ちょっと変やったんで。うん、そうですね。まあそれはそうだと思うんですけど、まあでも時間がないでしょ、今日勝ったっていう、本当に。全くないです。ね、下田さんらしさがあんまりね。はい、うん、いやいや、もう山本君がなんていうか、互いに勝手に振ってくれてたっていう。あの時どんな心境なんですか。いや、てか俺でも出てるわっていう。あ、そうなんですか。笑いが笑いっていうか、いや、いやいや、ダブトンドライチの7700とか最悪でしょ、あんなやばいよ、これじゃあ、あんなやばいっしょ。捕まんでよかったっていう、うん、あとイスチーソーのね、リッタブトンアンコのやつとか、あ、チャストしてテンパイ取ろうか迷ったんですけど、やめといた、ね、やめましたね。はい、さすがにちょっと、うん、高井君にね、打つ理由がないんで、その通りなんですよね、うん、そうなんですよ、そうそうそう、あそこで高井に打ったら、もう全く打った人がね、通過しないっていう感じでね、そうそう、そういう感じがするんですよね。だから、出るだけ損かなと、あそこ一人泳がしておいてもいい状況ですもんね。そう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 、高井君が展望持ってくれる分には全然ね、気にすることないですもんね。まあ、着々勝負やったんで、まあ、ね、2人だけの勝負になってるんで、あそこはトップ通過してくださいっていう感じですもんね、うん、そういう思い、やっぱりそういう考えで、うん、きっちりとできてますね。そうですね、順位取りっていうか、はい、そういう2着とかね、出しさはなかったけど、ちゃんときっちりと分かって言ってるんですね。ほんまそんな感じです。そう思いました。あ、ありがとうございます。はい、強かったです、今日は、強くはなかった。強い、強くはなかった。これで勝っていけるっていう強いと思います。補充してないですもんね。まあ2着までが勝ち上がりっていうのもあったんで、まあそうやね、無理は無理せず、無理せず残ったっていう感じですかね。そうですね、はい、おめでとうございます。はい、では決勝頑張ってください。はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。はい、ではトップ通過となりました、高井ツアーお願いします。マージャン簡単です。強いね、マージャン簡単。手作りちょっと難しかったですよね。どこはめっちゃメグミルクやって、ずっと牛乳だらけですよ、もうコメント。ずっとドヤミルクとか言われてミルクです、ね、こっそりミルクもあったし、すごい名前ミルクやったかな、もう。ミルクレパートリーがすごい増えました。単なる乳製品になってました、ずっと。いや、強かったね。いや、もう簡単ですね。簡単でしたか。降りてるつもりが勝手にテンパになりますもんね。勝手、無理せずテンパに入って上がれてるって感じですよ。いや、ほんま途中ただの悪いもんやな、これっていうぐらい。いやいや、めっちゃ気まずいわ。なんなんダブトンあんことか。ひどいっすね。もうやばいっす。泣く気すらなかったのに入ってきました。泣く気ないのに入ってきました。やばかったっすね。泣くったわ。めちゃめちゃ強かったっす。いや、ほんとありがとうございます。また来月ありますけどね。来月またミルクが。来月もこれやったらいいのにね。何それ。いや、来月はすごいメンバーですやん。いや、そんな変わんないですよね、はい、やることも麻雀ですもんね。そうですね、一緒ですよね。そうか、そうか、簡単ですよ。そうですね、簡単です。まあ、教え込む楽はね、ちょっとスワンコを狙ってますが、上がらなかった。いや、見てましたよ、スワンコも、はい、遊び心のスワンコ。狙ってるなと。いやいや、行ったなと、面白かったです、ね、いや、よかった、はい、余裕の勝ち方でした。ほんまに余裕でしたね。余裕の高いワールドを見せてもらいました。アンケ通り思いますね。アンケ通りに行くことってね、ないんですよ。なかなかないですね。はい、嬉しいですね。ここの大喜利やるんかなっていうのは、これ読んだ方がいいですか。いや、自分がやるの。やることないね。やることないね。受けへんと思うもん。失礼やな。はい、というわけでトップ通過、はい、来月も頑張ってください。はい、はい、お疲れ様でした。はい、では、皆さんお願いします。皆さんフレームに最後、はい、西坂さんいないです。西ちゃんおらんすね、今日。あ、ほんまやー、西ちゃんもおるね。またここ去っていいですか。そらそら、申し訳ない。なんか、申し訳ない。西ちゃん来てほしかったですね。なんで。いやいや、いつもいてるんで。いつもいてますけどね、今日何してるんでしょうね。ほんまや、今日ちょっと早く終わったから間に合ってないかもしれない。もうちょっとしたら来るんじゃないですか。ミルクまみれやないか。ミルクとかどうなってんの。ミルクまみれ。皆さん、なんか告知とか大丈夫でしょうか。西村、告知ないですか、なんか。でもないです。前に進めてるか。あ、告知、あ、神戸のユーカップインコンベイの、コンベ、コンベ、一応報告しといて、一応報告を。
報告。え、で報告って何を言うんですか。報告。報告。あの京都道場今どういうふうな状況、キャンセル待ちって。そうそう、それだけを言う。君が言う。ミカイクイン神戸予選4つとも、ただ今キャンセル待ちとなっております。4つともですか。そうなんですよ。はい。はいありがたいことです。はい、すごい、すごいんだけど、なんかごめんなさい。まあ、西村が運営ですよね、今回はね。はい。運営として西村の力ですか。そうなんですよ。西村の人気ですよ、これはもう間違いなく。知らんかったー。そうなんですよ。いや、毎回本選手と同じじゃないですか、その人。予選4回やるっていう、珍しいですね。珍しいですね、4回やって、まあ。東京予選が今回なくて。うん、そうですね。はい、まあ、でも勝ち上がった方の重複…まあ、ありますから、まだ、また空きが出ると思いますんで、はい、今のうちに申し込んどけば。はい、そうですね。ぜひ、はい、入る可能性が。完成の待ちにはなりますけど。入る可能性があります、はい、なのでぜひ皆さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、あと来月も決定しちゃってよろしいんですよね。そうですね。はい、来月の来月のメンバー、月例会の、日程が決定しております。決勝戦です。はい、7月の19日の火曜日ですね。7月の19日の火曜日に、はい、はい、月例会決勝を行います。はい、行います。決勝メンバーは、メンバーは僕と加藤さん、うん、加藤哲郎さん、うん、それからメグミルク。メガミルクと高いと名前を西村陽平です以上の4名で打たせていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私もいいですか、最後、はい、重大発表。じゃじゃーん、もう3回目ですが、これちょっと古いな。何回やるの重大発表これ。じゃじゃじゃ、よろしくして。めっちゃ、京都道場が、農家つくかに移転します。8月7日日曜日1時からスタートします。入場料200円、対局料は伊藤半ちゃん400円、入会の方は300円となっております。月に2回今後からやるのでよろしくお願いします。皆さん参加してください。はい、よろしくお願いします。僕も出ます。はい、西坂道場長と私と山本がお待ちしておりますので、はいはい、よろしくお願いします。西坂道場長です。はい、西坂道場もお願いします。はい、お願いします。大丈夫ですか。はい、 OK です。はい、それでは、皆さん長らくのご視聴ありがとうございました。このあたりで失礼いたします。おやすみなさーい。ありがとうございます。それでは1回戦始めてください。